ステレオドラマもっとときめきメモリアル第10話3学期第2回ラブ恋の始め方。私のメモリアル。ここは SVOC だから、これが目的語だろう。うん、でもここの関係代名詞はこっちにかかるんじゃない？あ、そうか。うるさいぞ、よしお。ちょっと来てくれ。なあ、ユミが。ユミちゃんが？どうしたんだよ。俺、高見直人、17歳、私立きらめき高校の3年生。3学期も始まり、受験に向けていよいよラストスパートだ。けど、試験も目前に迫ったある日、よしおが血相を変えて飛び込んできた。一体、何があったって言うんだ？ラブレター？そうなんだよ、昨日書いてんのこっそり見ちゃったんだ。いいじゃないか、別に。なんで？ユミちゃんだって高校2年生だぞ。好きな人にラブレターぐらい出すよ。そうよ。だってユミだぞ。あんな子供っぽいやつが出したって誰も。な、お前もしかしてユミちゃんが失恋すんのが心配なんだろう。そんなわけないだろう。俺は相手の男がかわいそうだなって。はい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 、付き合ってやるからユミちゃんのところに行こうな。しおりもいいよね。うん、早乙女くんって妹思いなのね。いや、だから違うって。これはわーったわーった、行くぞ。やっぱラブレターといえば校舎裏が定番だよな。あ、来たみたい。ユミ。なあ、よしお、待て。お兄ちゃん、どうしてここへ？いいから帰るぞ。やだもん、ユミは恋することに決めたんだもん。恋だ？無理に決まってるだろう。一体誰に出したんだ？そんなことお兄ちゃんに言う必要ないもん。よしお、ちょっと待てよ。早乙女ユミ。なっ、生活指導の三浦じゃん。ユミ、お前まさか親父マニア？違うよ。3年生の下駄箱にこんなもの入れたのお前か。あ、私のラブレター。まっ、全くこういういかがわしいことがないかと見回ってみれば、3年生が今どういう時期にあるのか分かっているのか。うん、後で職員室に来い。そんな。ユミちゃん、ずいぶんと絞られてるみたいだな。ユミちゃん、職員室に入ってから1時間、三浦のやつねちっこ攻めするからな。あら、あなたたち。あ、牧口先生。どうしたの？いや、三千を一目見たいなーなんて思ったりなんか知ったりちょんちょんなんて。お前はミスターブーか。今の子知らないって。そんなもん。相変わらず面白いのね。先生はこれからお仕事ですか？授業のレポートまとめようかなって。クラス委員の意見も聞かせてね。私でよければいつでもいいです。それから藤崎さんと高見くんってどうなの？それは。さすが、経験豊富、見る目が違うね。不純異性交友は禁止。だけど、二人ならプラスのことの方が多そうね。そうかな、そう見えるわ。辛い時期だけど、お互いに受験に恋に頑張ってね。はい。なんか、先生じゃないみたい。こんにちは。はじめましてじゃなくて、お久しぶり。もうちょっと変か。あなたが吉尾くんの妹のユミさんね。そうです。お兄ちゃんから先生のことは聞いてます。どうぞよろしく。こちらこそよろしくね。ユミちゃん、それより処分とか大丈夫だった？うん、三浦先生に怒られただけ。あー、ラブレターの子ってユミさんだったのね。もうそんなに広まってるんですか？うんうん、さっき意見を聞かせてくれって読まされたの。ひどいですよね。いくらなんでも人のラブレターを勝手に取るなんて。恋愛は禁止って言ってもみんなしてるのに。
牧口先生なら分かってくれますよね。でも無理に恋愛する必要はないわ。え？高校生じゃまだ早いと思うわよ。でもお兄ちゃんが、先生は高校生の頃男の人と。ごめんなさい、今日の授業まとめなくちゃいけないから。え、なんで？意外だな。そういうことには理解のある人に見えたけど。甘い、あれは相手がユミだからああ言ったんだよ。そうなのかな。だって牧口先生はユミちゃんと話したの初めてなのよ。見ればわかるよ、こいつに恋愛は無理だって。そんなことないもん、ユミだって恋愛して牧口先生みたいな大人になってみせるんだから。うんだ。あ、ユミちゃん。ふん、頑固女が。ほっとけ。伝説の木、変わってないな。あれは、もうお兄ちゃんのバカ。よかった、立ってたのが木の陰で。どうやら気づいてないみたい。伝説の木か。ユミも卒業の時はこの下で。さ、お、と、め。あ、ヒロシ君。どうしたんだよ、こんなところで。ううん、別に。何か悩み事か。ねえ、ヒロシ君は卒業の時伝説の木で告白されたいなんて思わない？え、そりゃ少しは。じゃあ、なんで恋をしないの？なんだ、恋の病か。相手は誰だよ。相手？わかんない。ユミ、誰のことだって好きになれるから。そういうもんか。そうだ、ねえ、ユミと付き合ってみない？え、見ないっていいのか。ユミちゃん。あ、ナオトさんたちだ。ちょうどよかった、私今度このヒロシ君と付き合うことにしました。え、強引すぎるぞ。おい、俺はまだ何も。嫌なの？それは、その。断れ。断らねえとてめえ分かってんだろうな。下級生を脅してどうすんだよ。お兄ちゃん、これでユミも恋愛できることが分かったでしょうだ。あのな、お前のは恋愛とは言わねえんだ。そうね。あ、牧口先生。ごめんなさい、こっそり聞いちゃって。でも、ユミさんみたいに、彼氏を作りたいとか恋愛をしたいって、それだけの気持ちで恋なんか絶対しちゃダメだと思う。そんな恋愛だったら先生として私がダメだって言うわ。え、なんで牧口先生がそんなこと言うんですか。ユミちゃん、先生だって高校の時彼氏がいたって言うじゃないですか。その頃は仲のいいカップルって評判だったってお兄ちゃんに聞きました。そうね。そんな人がなんでユミに恋愛するなって言えるの？そうね。自分ばかり恋をして、自分ばかり大人になって。ユミちゃん。楽しい思いいっぱいしてずるいよ。え？私のこと何も知らないくせに勝手なこと言わないで。先生。だってユミだけ恋愛できなくて、ユミだけ子供のままだなんて嫌だもん。ユミちゃん。行こう、ヒロシ君。ああ。ユミ。待って、ユミさん。牧口先生の瞳はとても寂しそうだった。ユミちゃんは決して振り返ろうとしなかった。俺たちはそんな二人に何も言うことができず立ち尽くしていた。シリーズ構成、赤堀悟事務所、脚本花田十喜。今日のお題は三重県四日市市のペンネーム李長 SA さんからいただきました。ありがとうございます。はい。今まで誰に似ていると言われたことがありますか。似てるで。出演、藤崎しおり、金月。よく言われるのはね、楊貴妃とかクレオパトラとか。ふざけんな。本当はプテラノドン。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 マミ。え？びっくりした。クリンちゃんだよね。クリンちゃんです。そうですよね。はい。長くお待たせいたしました。早乙女由美、よしき。顔は、ビビアン・リーとか。ふざけんな。うるさい。動きは小動物系とよく言われます。クリン。種目。
牧口美奈、伊藤、私の父、ミキ似てる似てる知ってるのかな。早乙女芳生、上田、サル、よし、サル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 、サル、サル、うるさいな。君だ。はい、広志、星、熊かな、総一郎でした。いやそんな歌じゃない。よろしいでしょうか。はい、三浦先生、仁、僕は中井貴一とか、あと篠田三郎団つなげるな。いやマジでマジで仁。似てるのか。高見直と小野坂、あのポップコーンの兄マサヤ。以上でお送りしました。似てる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 兄の方に。